白カブトは、こう注目、コガネムシか、カブトムシやか、新生カブトムシ族、ヘラクレスオオカブト族に分類される昆虫のうちで、体色が白や黄色などをしている種類の総称である。北アメリカ南部から中央アメリカ一帯に生息し、新大陸を代表するカブトムシ類である。しかし、同族のヘラクレスオオカブトよりも、はるかに小さく、多くの種類は、 日本のカブトムシよりも小型であり、代表種のグラントシロカブトの体長は、最大でも70ミリメートルほどで、日本のカブトムシの大型個体には及ばない。この系統で最大のヒルスシロカブトでも、最大でも90ミリメートルほどで、ヘラクレスやゾウカブトといった、他の南米産の巨大種と比べると小さい。角が、やや短く、闘争面でも、 ヘラクレスオオカブトなどに比べて、あまり激しくはないと言われる。日本のカブトムシと、同じく、幼虫は、腐食土や朽木の下に生息し、そこの腐食物や朽木を食べて成長する。成虫は、夜行性で、場合によっては昼間にも活動する。樹液や売れた果実に集まり、または、木の幹を傷つけて、そこから滲み出てくる樹液を吸う。 野外に出てからの成虫の寿命は、比較的、短く、数ヶ月ほどであるとされる。同じ族に属するヘラクレスオカブトと、ほとんど同じで良いが、グラントシロカブトの卵は、半年間も全く孵化せず、ある日突然孵化することもあるので注意が必要。孵化してしまえば、成長にそれほど時間はかからないが、う化ご繁殖が可能になるまでは少なくとも2ヶ月長いと3ヶ月は、 必要である。ヒルスシロカブトなどは1年サイクル型と2年サイクル型がある。ありがとうございます。